藤井光追藤井光追から1927年4月17日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。山口県出身。藤井雄介の次男として生まれる。1886年6月、陸軍士官学校を卒業し、不評少位に任官、不評第10連隊付となる。この絵不評第1連隊付などを経て、 1892年12月、陸軍大学校を卒業した。1894年4月、陸士教官心得となり、交尾風評第3連隊中隊長心得、陸士教官、台湾総督府参謀、同陸軍部会員、参謀本部第3部員などを経て、1900年10月、陸軍少佐に進級し、この F 風評第4連隊付となった。 参謀本部院、県陸大教官などを歴任し、1904年2月、第12師団兵団参謀長に発令され、日露戦争に出征。第三軍兵団参謀長、王力公軍兵団参謀長を歴任。1906年5月、参謀本部付となり、第6師団参謀長を経て、1907年11月、陸軍大佐に進み不評。 第22連隊長に着任。不評第3連隊長、この絵師団参謀長を歴任し、1912年4月、陸軍少将に進級し不評第7旅団長に就任。独立守備隊司令官を経て、1916年8月、陸軍中将となり第7師団長を拝命し、シベリア出兵に従軍。1919 19年11月、この絵師団長に就任し、 1922年2月に対名となり、同年5月予備役に編入された。ありがとうございます。